はい、こんにちは。現役小学校教師の宮沢優です。皆さんどうですか？学校では給食ってどんな感じで進んでますか？結構困るんじゃないですか？なんか担任をしていて思うことは、給食と掃除と歌を歌えるクラス、この3つが揃ってるクラスって大体いい学級だと思うね。それでは今日は、ね、より良い給食ということで、この動画を見ていただけたら給食についての先生方の困りが解決するかもしれないんで、どうぞ最後までご視聴お願いします。一番多分ね、先生方が困ってるのはね、2つあると思うね。で、1つは、給食の準備、給食中、給食片付けが遅い。もう1つは、給食のご飯やおかずが残る。これ、大きな悩みだと思います。で、まずね、時間はね、守らなきゃいけないですよね。で、なんとか守らせたいですよね。だって学校は日課の中で動いているんで、その時間を守るっていうことは、最低限のルールになるわけですね。で、2つ目の、給食が残ってしまうっていうことなんですけれども、ここで悩む人多いと思うんですけれども、まずね、そもそもね、給食は残していいのか、残しちゃいけないのかっていう、そこからね、考えなきゃいけない。学校の先生方ね、なんとなく自分が今まで生まれ育ってきたバックボーンをそのまま子供に押し付けがちなんですけれども、特に教師はね、自分の発する言葉や自分の指導って何か根拠があるのかなっていうのは常に考えなきゃいけないですね。その時やっぱり根拠となるものは法律であったり、文部科学省から出てる通達であったり、そういうものに立ち返ってみるっていう癖をつけておかなきゃいけないと思いますね。自分のなんとなくの感覚で指導するっていうのは大変危険だし、どんどん子供たちやご家庭の多様化っていうのは進んでいくわけじゃないですか。必ずしも自分が持っている価値観が正しいとは限らないので、それに基づいて指導するっていうのは良くないと思いますよ。また出てきました、教育小六法。これ本当にね、いい冊ね、持っててください。おすすめですよ。で、その中のね、まずね、食育基本法っていう法律が今一番でかくドーンってありますよね。食育に国民は親しんでいこうというものですね。学校に関する法律ということではないですね。もう国民全体、きちっと食育にね、理解を深めていきましょうという法律があって、その下にですね、学校給食法という法律があります。学校給食法はですね、全部で第14条からなる法律ですが、その中のね、第1条が目的、で、第2条の目標があるんですが、その第2条の目標の中の1番、こんなこと書かれてる。適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ることって書いてあるんですよね。だから適切な栄養の摂取をしなきゃいけないということで、栄養教諭の先生が適切な栄養を摂取できるように献立を組んでくださっていて、それに基づいて調理員さんが作ってくれてるわけですよね。で、それを給食室や給食センターから教室に持ってきて、子どもたちに配膳して食べるということになるわけですね。だからこれ食べないと適切な栄養の摂取ができないわけですよね。だから食べましょうよっていう、そういう話ですね。根拠があるんですよ。その根拠をきちんと担任が知っていないと、なんとなく食べなさいっていうのは自分で言っててなんかさ、不安じゃないですか。なんか自分に疑い持ちません？僕は持つんですよね。きちんと一言発することには根拠があるんだよっていうか、そういう話です。じゃあ一体どのように給食をね、進めていったらいいのかっていうので、2本柱でいきたいと思います。まず時間通りに進める方法と、残らない給食の取り方っていうので話を進めていきたいと思いますが、まずは時間の問題ですが、給食の前、給食の準備、給食中、給食後ありますけれども、一番スタートを大事にしたいですね。給食の準備中です。先生方が困るのは、給食の準備をもうダラダラしてて、おしゃべりしてたり、もうゆっくりやって準備をしないし、並んでほしいのに並ばないし、もうぐちゃぐちゃしてて、ほらしっかり並びなさいっていうような状況になってしまうということですね。こういう状況をまず改善していきましょう。で、僕の基本的な考え方はいつもこうで、どんなことでもあって、まずシステムを作る。で、システムを作って、それでもそのシステムのように動けない、そのシステムの中にうまく動けないような子どもに対しては個別の支援をしていく、基本的にはこんな考え方です。まずシステムを組んでしまう。システムを組むっていうのはなんか冷たい感じがしますけれども、システムがあることで安心して行動できる子どもがたくさんいるから、まず自分自身の学級でうまくいってないところがあるんだとしたら、もうそれ8割9割原因はね、システムにあると思っていいですね。で、システムの改善をしたのにもかかわらず1割2割うまくいかないっていうところを担任が手を
差し伸べて救っていくということです。もちろん担任がね、一クラス30人いればシステムなんかやらなくて、一人につき一人見てればいいんですけれども、担任今の現状一人なんで、やっぱりそこはね、うまく進んでいくシステムっていうのを構築していきましょうよ。で、まずじゃあシステムの話をしますね。給食当番の準備をして、授業が終了して並んで教室から出発するまでの時間を5分でやってほしいとしましょう。ところが今自分のクラスはこれいつもね7分8分かかるんだと、そういう現状があったとしましょう。これを5分に持っていくためにはどうすればいいのか、これはね一つね時間をね授業でねちょっと取ってください。子供たちにね話をしますね。給食の準備ってさ、早い方がいいの？遅い方がいいの？みんな早い方がいいって言うね。どうして？だって給食ゆっくり食べれるし楽しいしさ。そうだよね。じゃあ早い給食の準備の仕方考えようか。みんな給食の準備でさ、エプロン着て準備して並んで出発するまでにどれぐらい時間って必要だと思う？子供たち面白くてね、面白い答えいっぱい言うんですよ。1分あればね、いけると思うよとかね。20分は必要だと思う。20分もかかる？まあそんなね、話のやり取りをするんですけれども、じゃあ分かんないね、何分一体必要なのか分からないから、ちょっと試してやってみよう。どういうこと先生試すって？まだ給食の時間じゃないよ。今一回ちょっと一人だけ給食の当番のふりをしてもらって、どれぐらい時間かかるかやってみようよっていう話をするわけですね。じゃあ誰か給食当番のふりしてくれる人いますか？はい。じゃあ誰々さんお願いしますね。じゃあ今から僕ね、ストップウォッチの測っておくからさ、一体何分かかるのかやってみようか。いくよ。よーい、スタート。どうしたらいいんですか？あ、もう普通にだから教科書しまうところからやったらいいんだよ。あ、わかりました。教科書しまって、立って、給食エプロンを、給食エプロンがこうあるところに取りに行って、戻ってきて、着るんだよね、開けて。でもさ、君あれじゃないの？その給食行く前にさ、ちょっとトイレとか行きたいときない？あります。じゃあ行っておいで。はい、来ました。手洗いうがいしてきた？あ、忘れてた。しておいで。はい、してきました。で、エプロン着るんだよねって、エプロン着て三角巾、ね、かぶってマスクして、じゃあもう先生並んでいいですか？いや、敷物とか引いてないよ。敷かないの、あなた。はい、敷きます。はい、引いていろいろ準備して椅子入れて、はい、じゃあゆっくり、はい、これで並びました。はい、ストップウォッチポチッ。みんな今ので一体何分ぐらいかかったと思う？結構時間かかったんじゃない？いや、結構早かったと思うよとか言うんですよね。で、大体ね、僕いつもやってる時にね、これパッと見せると、これね、2分台で終わる。2分30秒とか、まあ3分台、遅くても3分台かな。で、子供たちびっくりするわけですね。そんな早く準備ってできるんだ。じゃあ先生、3分あればみんな並べるっていうこと？そうじゃないよ。だって給食準備中は他の学年や他の学級も廊下に出てたりするし、手を洗うにもちょっと並んだりするでしょ。トイレ行くにもちょっと並んだりするんだ。だから今のは本当にスムーズに行った時の話だから、2分や3分でできない時もあると思うんだよね。じゃあ給食当番にちょっと時間ゆとり持たせてあげようよ。何分かさ、プレゼントしてあげようよ。どれぐらい必要？1分か2分あったら十分かな。そうか、じゃあ1分増やして4分で準備できるようにしようか。でも初めてだからさ、不安だよね。もう1分ぐらいプレゼントしとく？じゃあ5分にしようか。これなら絶対みんな5分あったら給食の準備絶対できるよね。これでさ、もし準備ができてなかったっていうことはどういうことだと思う？それはやっぱり先生、給食の当番の人がテキパキ準備をしなくって遊んでたり喋ってたりするからだと思う。そういうことになるかもしれないね。だからみんな今日から絶対にこの時間っていうのは守ろう。普通に準備をしておけば守れる時間なんだよね。こんな風に身をもって体感させることで、給食準備に必要な時間が一体何分なのかっていうのを子供たちは自分の目で見て理解することができます。もうそうすると一発ですね、その時間より遅くなるのは自分たちが悪いんだっていうことがもうよーくわかりますから、ぜひ試してあげてください。これでもうね、給食の準備は解決ですね。で、次なんですけれども、よりちょっと多めに盛ると高学年のみんなはいいよ、ものすごく神経尖らせて、いいじゃない失敗したって、これどうしたらいいんだ。適切な栄養量を超えてると思いますよ。